イエーイ。滝の社のふるさみにいます。いつもと、止める場所を変えました。だいぶ変わり映えがしたんだけど、そこが滝の社だから。ブレブレ着替えしたのかな。つまんねえな。新しいあのロンティー作ったんですよ。2枚来たんですよ。ああ、はい。インスタにも持ってた。もうこれもう黒じゃないですか。もうワンちゃんの毛がね、すごいんすよ。ワンちゃんの毛が。もう猫もすごいよ。猫もやっぱすごい。ああ。もうコロコロが太くなってない。そうそうそう、もうコロコロが必需品ですよね。いや本当っすよね。でも部屋とかも、あの部屋とかさ、自分のベッドとかさ、光が当たると、もうすごいっすよ。陰の毛だらけなんですよ。見えるんですよ、光で。うわーっていうぐらいもう陰の毛だらけですね、家中が。ダイソンで取れるって言うんだけど、なんか取り切れてねえんだもんか。いや、あのね、取っても抜けるからね。要は取っても取れるんだけど、毎日のように掃除機かけないと取れるんだけど、取りきれないんですよ。抜けるから毎日。ねえ、あいつらなんとかしねえみたいなさ。羨ましいですよね、あんなに毛があってね。俺たち抜けたらもう抜けっきりですからね。確かに、あの濃密だよ、あそこ毛見ると。本当っすよね。ああ。本当羨ましいですよ。なんでこんなにあるんだよっていうぐらいあるんですね。はい、本当にね。なんでこんなにこんなにねえんだよって感じですね。俺もテスターもね。なんでこんななくなって。自分でも傷ついちゃう。ほら。YouTube 出してんのにな。ハゲにハゲが言われて傷ついちゃうんだからね。いいですよ。ハゲ同士で励みましょうよ。またこういうことやってるので、ハゲの慰め動画って言われちゃいますよ。ハゲ同士で慰め合ってるよって言われちゃいますよ。ちょっと右京呼んでこいよ、右京も。あ、そうっすね。右京もでもね、YouTube 出たいって言ってました。え？最近は YouTube 出たいらしいです。そうなの？もう、右京は言ってました。顔出し OK だって言ってました。出したの？なんか、TikTok やってるらしいですよ、右京。うん。マジで？うん。へぇー。右京君、TikTok 始めたって。そうなの？顔はなんかね、はっきりとした顔は出てないけど、うん。その加工した状態での顔は出てます。ああ。俺なんか、もろなしだからね、野田さん。あ、もろなしだけど、一応おでこから上は隠したんですよ。全然隠れてねえんだけど。え？全然隠れてねえんだけど。いや、そんなことないですよ、気のせいですよ。しかもあれ1回目の表紙じゃねえけどさ、うん、サムネイルに使われてましたね。え？サムネイルに出てましたね。なんかね、ウエットの食べ過ぎじゃねえみたいな、うん、ああ、いや、テスさんすげえ有名人ですよ、だから。はい、あいつ毛なしだぜ。ああ、やっぱりマグナムはハゲだから、友達もハゲなんだなって。ねえ、ハゲは友を呼ぶってこと？ハゲはハゲを呼ぶってやつですね。ああ、はい、平和だよね。はい、いいっすよね。ハゲほど楽なものないっすからね。そりゃそうだ。ドライヤーなんか使わなくていいんですから。ただね、この中途半端結構厄介ですね。あ、テイさん伸び結構ロンゲっすか、ハゲの中でも。なんすか？お父ができるのか。まあ、小島さん？ああ、そう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 。ああ、わかりますよ、それは。それね、なければ、うん、もう、思いっきり行きたいんだけど。うん。逆に言えばさ、小島さんだけ残して全部、短くしちゃえばいいじゃん。いや、やっ
するんだけど、結局はほら、どっち見たら綺麗になんないな。だって俺これ一応2年かけて作ってますからね、この髪型。あ、そうなんだ。だから上生えないっていうか伸びないから。ああ本当横は伸びんだけど上が伸びないから、もう産毛を頑張って伸ばして伸ばして、その産毛をなんとかなんか髪の毛があるように見せかけてるだけですよ。なんとか残ってるように見せかけてるだけですけど。いや、わかるけど。だから、はい。塗装も大変なんだよ。わかりますよ。うん。だから、俺たち、だから、俺の中で言うと、俺の髪型、ハゲ型っていうのは、まあ、テレビで言うと、例えば、山田五郎。タモリクラブで出てた山田五郎、あの人とか、ゴルゴ松本とか、そんな感じじゃないですか、俺の感じだと。あ、いいじゃん、まだそれだってもさ。うん、この髪型の孤島だとさ、ちゃんちゃんかな、ちゃん地獄ね。あ、ちゃんちゃんちゃんか。ちゃんって、そうです。ちゃん、小連れ狼、小連れ狼です。あ、ごめん、ちゃん可愛いかと思っちゃったけど、ちゃんって。あ、ちゃん可愛いじゃないですよ。ちゃんって。ごめんなさい、古くてごめんなさい。あ、昭和なんでどうも、はい、ネタが古いんですよ。そうだな。はい、まだ乳母車って言っちゃうぐらいですからね、自分たちは。はい、ベビー、何つうんでしたっけあれ、子供乗せるやつ、赤ちゃん。ベビーカー。あ、ベビーカー、そう。ベビーカーが出てこないんですよ。乳母車って言葉が出てきちゃうんですよ。やべえ、やべえ、それを知ってる俺がやだ。乳母車に風車ってやつですよね。まあ、うん。これであれだよ。うん。床屋さん2回行ってんだよ、月にって言うとさ、バカにされるんだって。何ですか？床屋さん2回行ってんだよ、月にって言ったら、バカにされるんだって。ん？なんで？え？無駄じゃねえ？え？先生言ってやったけど、ノッチなんか週に2回やってるぞって。それ、ノッチ自分、自腹でしょ？あ、自腹じゃない、自分でしょ？そう。でも、お金かかんないじゃん。まあ、電気代ぐらいですかね。え、テッサ、うん。床屋1回いくらですか？床屋行くら、1回いくらですか、テッサ。1回1200円。ああ、別に、1200円だったら別にいいんじゃないですか。もう月2回だから。それがさ、3000円とかさ、昔のさ、床屋さんみたいに高いんだったらさ、うわーって思うけどさ、1000円ぐらいだったら別にさ、あ、テッサ、あの、ちゃんと整えててさ、清潔感あるじゃんって感じですけど。なのに無駄だって言われる。ああ、それ清潔感のない人の意見ですね。言っといてください。お前ら清潔感ないなって。いや、嫁にも言われたからね。テッさん、じゃあ言えば、ね。まあ、例えばですけど、もっと言ってると思いますよ。いや、それはね。うん。やっぱそれぐらいちゃんとする人は、ピシッとする人はピシッとしてますから、テッさんも周りの人よりは、月に1回行ってる人よりは、ピシッとしてるってことですよ。慰められてるのかな、あなた。いや、慰められてんじゃないです。リスペクトです。そうなの？はい。え、チャームしてできました。できましたできました。あ、そんな話を聞いたらチャームができましたか。はい、チャームしてできましたよ。今日は何チャームしですか。森の卵、松茸チャーム虫。あ、松茸。はい。はい。匂い松茸、味しめじでしたっけ。え、匂い松茸、味しめじって言葉あってましたよね。なんかそんなようなね。あったっけ。うん、松茸は高いからありがたく、ありがたいだけだよって、匂いだけでって、あ、味はしめじの方が美味しいんだよって、なんかそんなような味になったんでしたっけ。まあ、食ったことねえんだけどな。うん、松茸。うん。うん、てっさん、こぼしちゃったよ。なんでよ。なんか二人
布団に落としちゃったよ、茶碗蒸し。あー、地味になるね。いやー、参ったな、これ。参ったな。いいっすね、やっぱりあのいつもと違うとこ止めてると。あー、違うとこにしたの。そう、宇佐美でもなんか違うスペースに止めてると、うん、気分転換になります。いつもはさ、スタンドの中しか見れないような場所に止めてたんだけどさ、ああ今、田んぼの方が見れる方に止まってるんですよ。田んぼでいいじゃん。一面田んぼ、うん、それがいいっすね。どこだよと思わない。滝の社、中国道、中国道。滝の社インター、茶蒸しうまいっすね。あー、マジロングモダル乗りで、あうん、今日もセンター回って帰ろう。どこあるの？わかんないです。あ、まだわかんない。はい、そう、行くまでわかんないんですよ。住む時になるまでわかんないんですよ。それもちょっとやだね。うん、下ろす場所でさ、うん、帰れるか、帰れる時間もね、ずいぶん変わっちゃうしさ。もうさっさだから俺積んで帰りたいんですよ。なんでこんなに関西そこまで用事もないんですけどね、なんでこんなにずーっと関西に米場にいなくちゃいけないんだろうって時間毎日思うんですよ。前はね、結構ローテーションでね、遅い時真ん中早いのってね、このじゅんぐりローテーションで回ってたんですよ。もうここ2ヶ月ぐらいずーっと一番遅いパターンばっかりですね。マジ？あ、結構雪が舞ってますね。晴れてるけど。こんなに天気違うんだね。うん。あ、もっちチンライがある。あ、チンライいいじゃないですか。野田のチンライ思い出しますね。でも石岡の方のチンライだからな。やけにきれい。いいんじゃないですか。ああ、食べた。もう食った。うん、食べましたね。美味しかったですね。早いですね。やっぱ美味しいっす。茶蒸し。茶蒸し好きですね、俺ね。あの、トンネルの。トンネルですか。あのファミリーレストランの。そうテスさん、トンネルとか行くんだ。ああ、どっちかというと親とかと行く感じですね。まあ、どうしても親がね、うん、ワンクールじゃないけど。あそこだったら何でもありますもんね、トンネルね。そうだね。一通り。うん、2023年2月の14日バレンタインデーの火曜日。風は強いけど雪はもう降ってない感じだね。
感じに白キャビンになってます。こんな感じ、感じだね。はい、エラ橋サービスエリアです。